スのクララです。カレンです。10月20日でクラリスデビュー14周年を迎えました。イエーイ。昨年13周年を迎えましたっていう動画をもう撮ったばっかりの気持ち、うんうんうん、だからこの1年がすごくあっという間だったなっていう風に今は感じています。はい。でも、うん、この1年間の間にライブもやったし、うん、久しぶりのツアーもやって、これからまたツアーも控えてるということで、うんうん、皆さんに会える機会がたくさんあった1年間だったなという風に感じています。はい。そしてなんとクラリス2024年は、うん、久しぶりに海外の方にも3カ国行かせていただきました。はい。インドネシアとブラジルとドイツに行かせていただいて、うん、海外でね応援してくださるファンの皆さんにもお会いできる機会があって、とってもとっても幸せで嬉しい時間を過ごすことができました。はい。そしてこの海外での私たちの観光の様子をインスタグラムだったり、いつもね X だったりもたくさん上げさせていただいていて、なんとイーリスというアルバムをリリースした際にインスタグラムをリニューアルしまして、はい、新たに私たちの思い出を皆さんにお届けするコンテンツが増えました。イエーイ。よりプライベートの私たちを感じていただけるコンテンツになっていますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。そしてミニアルバム「オータムトラックス秋の歌」と「クラリスシングルベストセカンド」もリリースされます。はい。ミニアルバム「オータムトラックス秋の歌」は、うん、四季を歌ったカバーアルバムとしては最後のものになっているので、はい、やっと8年かかって4シーズンが揃いました。はい。今回もね素敵なカバーと1曲オリジナルが収録されているアルバムに仕上がっています。そして、うん、ベストアルバム「クラリスシングルベストセカンド」はシングル「アネモネ」から「アンダンテ」までを収録していまして、うん、私たちのこの10年間を感じられるような1枚に仕上がっています。はい。クララと活動しだしてから、うん、ベストアルバムが制作できるほど、うん、2人の楽曲がたくさん生まれてきたんだなって思うと、うん、とっても感慨深い気持ちでいっぱいですし、うん、リリースしてすぐにた、うん、ツアーでお届けできる機会があるということで、いっぱいいっぱい聞き込んできていただけると嬉しいなと思います。はい。そして今着ているこの衣装は、うん、今回このシングルベストセカンドに新録されるクリアスカイ2024のお衣装となっています。はい。音源はもちろんミュージックビデオも収録されるので、そちらも楽しみにしていてください。お願いします。もう一つね、うん、新曲エバーグリーンも収録されるということで、はい、本当に盛りだくさんな一枚に仕上がっています。はい。このエバーグリーンもクリアスカイを書いてくださった森山真由子さんが作ってくださった楽曲で、2人でこれまで歩んできた10年間の軌跡、もうさ10年に限らずさ、うんうん、2人出会った小学生の頃からの歴史を感じられる一曲になっていますので、たくさん聴いていただけたらなと思います。はい。発売を楽しみに待っていてください。はい。ということでこの2枚のねリリースが終わった後には、10月26日からクラリスオータムツアー2024イヤフォルトナが始まります。はい。今回のツアータイトル「ビアフォルトナ」はラテン語で幸運の道という意味がありまして、うん、ここからね彼このツアーを持って卒業になってしまうんですけど、それぞれの道が幸福でありますようにという意味もこもっていますし、今まで支えてくださったスタッフの皆様、そして出会ってくださったファンの皆様がこれから歩む道も幸せでありますようにという意味が込められています。はい。とっても素敵で楽しいツアーになるんじゃないかなと思っていますので、はい、私たちと一緒に素敵な思い出を作っていただけたら嬉しいです。はい。ぜひ遊びに来てください。お願いします。以上、クラリスでした。